フォッカー F22ABA のフォッカー F22 フォッカー F22 は1930年代にオランダのフォッカー車で設計、製造された2二人乗りの4発旅客機である。フォッカー f サーキシックスの小型版として開発された F22 はオリン式硬着装置を備える型持ち式膠翼端容器であった。 4機のプラットホイットニーワスプ製型エンジンを主翼前縁に搭載していた。1935年に初飛行を行った登録記号 PHAJP の初号機と続く2機の量産型はすべて KLM オランダ航空向けであり、4機目はスウェーデンの ABA 向けに製造された。KLM の1機は1935年7月に墜落した。 残る2機が1939年8月まで収益し、その後コララはイギリスのブリティッシュアメリカンエアサービス社とスコティッシュ航空に売却された。1ヶ月後にブリティッシュアメリカンエアサービス社の機体もスコティッシュ航空に後方訓練機として買い取られた。1941年10月に両機ともにイギリス空軍の任務に徴用され、 輸送機と乗員訓練機として使用された。一機は戦争を行きのビスコティッシュ航空に変換され、1947年末に飛行停止となるまでプレストウィックベルファスト間に就航した。スウェーデン向けの機体はラップランドと命名され、1936年6月の事故で損傷するまでアムステルダム丸目間の定期航路に就航した。イギリスのエアスピード社は、 イギリス国内でエアスピード AS-16 として販売するために本機のライセンス生産権を入手したが、一機の注文もなかった。出展、ザイラストレーテッドエンサイクロペディアオブエアクラフト1985オルビスパブリッシングページ18956所限性能。ありがとうございます。